人間の手でしっかりと削り込んだ後にこの溶接部このまま電車を通していいのかというのを検査の方を行っております。でその検査の方法なんですが、こちらの浸透短縮検査といいまして、こちらの赤色のこのスプレーですね、これがもしレールの表面に何か傷等ありましたら、この赤色がその傷の中に染み込んでいって、まあ、この後また違うスプレーをかけるんですけども、その時に浮かび上がってくるといった原理を利用して、傷の有無というのを確かめております。この検査ではレールの表面に空いてる傷っていうのを検出することができるんですけども、もう一個ですね、レールの中に何か血管がないかというのを確認する手法としては超音波短縮検査といいまして、この溶接部に超音波を入れることで今度は内部に何か悪いものはないかというのを確認して、そういった二重の確認をして、これを実際に皆さん乗られてる電車のレール溶接部として温泉に敷設しております。白色のこのスプレー、こちらがもし傷があった時に傷の中に入り込んだ先ほどの赤色のスプレーを吸い出して、血管の指示模様として現れます。で特に溶接部で赤色を出ておりませんので、表面に傷がないといったことがこれで確かめることができます。超音波短縮検査を行います。この検査なんですけども、こちらの短縮紙と呼ばれるこの部分から超音波を出して、で片一方で超音波の方を受信します。でレールの中に超音波を入れて、もし何もなければそのまま超音波というのはレールの向こう側に行ってしまうんですけども、もしレールの中に何か血管とかがあればそこで跳ね返ってきて、片一方も片一方の単触手で拾うことができますので、そういった原理を利用して内部の血管というのを探っていきます。これがですね、今この単触紙から出た超音波というのを直接片側で受けてるんですけども、超音波が入ると超音波が返ってきたっていうのを確認できると、このようにピョンと、エコーというんですけども、この画面に現れます。
今の溶接部、今このテーブルですね、このテーブル領域に血管がないかというのを探っているところです。でこのように右手ずっと動かしてたと思うんですけども、これで、超音波を溶接部にまんべんなく入射させることで、全体的に傷がないかというのを探っています。で今この底部領域ですね、この底部の部分に傷がないといったことが確認できましたので、次に頭に傷がないかというのを探っていきます。想像つくかと思うんですけども、電車が走ると、このレールに車輪から力が伝わるんですけども、その時に一番力がかかるのはこの底部の領域になりますので、この底部に傷がないかというのが非常に重要になってきますので、まず最初に底部の方から傷がないかということを確認しました。その次に今度は頭ですね、頭の部分に傷がないかというのを探証していきます。ちょっと話が前後して申し訳ないんですけども、こちらの溶接部、最後は人間の手で仕上げるんですが、その仕上げの精度なんですが、このレール溶接部を中心にして1メートルの中で一番高い部分がコンマ5ミリ、0.5 ミリ、低い部分が 0.1 ミリ、そういった範囲に収まるように人間の手で削っていきます。それぐらいの精度で削らないとですね、溶接部を電車で通過した時にちょっと揺れてしまったりですとか、そういったことがありますので、乗り心地の良い線路っていうのを、溶接部っていうのを作るために今そういった精度で、非常に厳しい精度で仕上げの方を行っております。本部でこんなもんとんでもないスーパードームで。次はレールの頭から超音波の方を入れて、このレールのお腹の部分、この細い部分に血管がないかっていうのを確認しております。超音波断層検査で中のレール内部にも血管がないということを確認できたので、この溶接部というのは健全な溶接部で、実際にこれが本線に敷設されて、電車が通過しても何の問題もないといった溶接部になります。で今からこの溶接部をこちら後ろにあります大型の機械で、ちょっともったいないんですけども、破断して、その時破断させた時のレールの強度ですね、そういったものを確認して、溶接の作業というのが適切に行われていたかというのを確認します。試験機なんですけども、最大で500トンまでの力をかけることができます。でこのテルミット溶接部というのは大体130トン前後の力で、折れるんですけども、それぐらいの力に耐えることができます。日本には 4工法の溶接工法があると先ほどお伝えしたんですけども、ガス圧接であったりフラッシュ溶接、そういった溶接方法というのは非常に強度が高くて、大体200トンクラスまで強度の方を出るような溶接になっております。こちら
らの様子、あ、レールの方いません。そしてレールが折れた時にその衝撃で飛ばないようにということで今チェーンの方を取り付けているんですけども、こちら取り付けないとどうなるかというのが、あの両方の壁見ていただきますと、あの木がえぐれているのが分かると思うんですけども、これはあのレールが飛んでいってできた傷になります。だそれぐらいの、前側の人ちょっとだけしゃがんでいただけますか、ね、それぐらいの破断した時のパワーといいますかありますので、折る時というのはあのそれに伴ってすごい音出ますので十分注意してください。であのかなり大きな音出ますので、まあ、そういったものがあのちょっと苦手だなと思う方はもしおられましたら、あのなるべく外に出たり耳塞ぐなり、ご自身でしっかり対応の方よろしくお願いします。今からあの試験の方を始めますので、あの何度も繰り返しになりますが、あのすごい音出ますので、で私の方でだいたい100トンぐらい超えましたらあの声かけますので、あの100トンぐらい。あ、50ですか。あ、じゃあ、80トンぐらいですかね。まあ、それぐらいの、 あの荷重で折れますので、まあ、そういった時にあの声かけますので、あの十分注意してください。では試験の方を始めます。今10トン力かかっております。20トン。今50トン力がかかってレールがだいたい7ミリぐらい変形しております。今60トンかかりました。ちょっともうそろそろ折れるかもしれないので十分注意してください。そろそろ準備してくださいね。はい、70トン80トン、もう間もなく90トン。初めて聞かれるとかなり驚くかと思うんですけども、これレールの破断で これぐらいの音が衝撃が出ます。真っ二つだったんですか。でこの折れたレールなんですけども、今からこちらの方を耳を置いておきますので、もし興味ある方はこちらご覧ください。でちょっとあのこのレールっていうのはあの結構尖って鋭くてですね、あの直接触れるとあの手切れる場合ございますので十分注意して見てください。まだ一肌ぐらい、あの一応水で冷やしたんですけど、まああの破断試験の方は以上になります。あの、まあ、破断試験はもちろん現場ではやらないんですけども、あの溶接作業というのをあの基本的には夜間作業で行っております。であの先ほどの検査も含めてあの非常にレベルの高い溶接部の方を作っておりまして、まあ、もしあの電車乗られる機会ありましたら、まあ、こういったことをちょっと思い出していただければなと思います。であのこれで破断試験の方終わります。ありがとうございました。これ事故を変えなきゃならない円盤系のやつを上下につけます。その間にあのな例えばコンクリートのブロックを挟み込んでどれだけの圧縮に耐えるかみたいな。今、そういったところ。ああ、よろしいんですか。はい。